はい、お帰りなさい。案内人の池田芳香です。今日はですね、守護霊に固く守られてて天罰すら落ちない、そういうね、固く守護霊さんに守られている人の特徴についてお話をしたいと思います。今日もね、私が守護霊さんや神様たちといろいろお話をさせてもらったこと、それを皆さんにね、特にあなたにですね、お話をさせてもらいたいと思います。もっともっとね、もっともっと神様たちと親しみを持って仲良くなっていただきたい。よろしくお願いします。人はね、悪いことをすると必ず罰が当たるものなんですが、ところがね、そういう天罰が落ちないって人がね、たまにね、いたりするんですね。一体どうなってんのか。守護霊さんにがっちりガードされてて、避けてるんですね。避けてる。ね。たまにそういう人がいる。例えば、ああ、悪いことしちゃったな。こりゃ罰が当たるかもしれない。なんて思ってもね、なぜか自分だけ罰が当たらない。あれ、どうなってんの?みたいなね。あれれ?みたいなね。まあ、それとか、こういうパターンもある。まあ、例えばですけども、ああいう悪いやつはきっと天罰が下るぞ。みたいね。うん、まあ、例えばね、国の指導者とかね、政治家なんかにはね、まあ、たまにいたりしますけれども、ね、いるでしょ?うん。今に罰が当たるぞ、見とけってね。当たらないやないか、これ。どうなってんねん、みたいなことってね。罰が当たらないじゃない、あいつってね。みたいなことってよくあるじゃないですか。どうしてもね、罰が当たらない、みたいな話ってね、世の中にはあるんです。世界中のどんな神様もね、昔から悪いものには罰を与えてきている。天罰って言いますけどもね。しかし、その天罰すら当たらないのはなぜなのか。守護霊さんっていうのは、なぜ守護の神霊なのか。ね。ほら、この守護っていう心霊学的に不思議なこの二文字について、あんまりね、深く考えたことのある人はね、少ないと思いますよ。この守護ということについて、ほとんどの人はね、考えたことも、まあ疑問に思ったこともないんじゃないかな、これ。うん。あのね、自分には守護霊さんがいないんじゃないかって思っている方も、大事なことを言いますんでね、聞いてください。ね、聞いてください。今日はですね、守護霊にね、固く守られていて天罰が当たらない、そういうね、固く守護霊さんに守られている人の特徴について話したいと思います。後ほどね、私の方から見えない力を下ろさせてもらいますが、これもね、一つの守護の力と言えると思います。うん、私とあなた、ね。守護の力っていうのはかなりね、個人的な結びつきなんですね、これ。ね。ですから、何を差し置いても、あなたを守ろうとする。ですので、初めての方も後ほどね、こちらの方、画面の方に向かってね、まあこうしてね、こう手をかざしていただきたいんです。ね。それで、少しでもいいですから、変化っていうのをね、感じ取っていただきたい。このね、守護の力である見えない力っていうものは、自分を守り、家族を守る。こうしたね、この世の常識を超えた不思議な力の基礎となって、自分を、周りの人たちをね、家族を守る守護の力。
ね、守護霊さん、守護のご先祖様たちの大事な大事な守護、ご加護の力なんです。受け取ってください。はい、それでは始めます。宇宙で一番優しい神様に今日も感謝します。こんにちは。案内人池田芳香です。それではこれから固く守護霊さんに守られている人の特徴について3つね、話していきたいと思いますが、まあ、最後に言います、この3つ目が一番大事なことなんでね、聞いてください。3つ目ね、はい、まずですね、この強く守られる人、まず第一に人生に波乱が多い人、失敗が多い人、あのね、私ね、まあ、中学生の時の友達で学校で一番悪いやつ、学校一悪いやつの家にね、遊びに行ったことがあるんですね。うん、まあ、団地でね、まあ、今でいうシングルマザーのご家庭でね、まあ、その母ちゃんはね、うん、母ちゃんはシングルマザーで、で、まあ、そいつ彼のね、妹と弟がいて、で、まあ、先生にはめっちゃくちゃ反抗的なんだけども、まあ、そいつは兄弟思いで、まあ、チビたちにはね、優しくってね。で、そいつの家に遊びに行ったら、そこにあったアルバムとか見せてくれてね、まあ、たまたま見せてくれて話してたんだけども、ところどころね、写真がないんだよね。うん、写真がなかったんです。よく覚えてるけども。で、どうしたんだってこう、まあ、なんとなく聞いたら、父ちゃんが出てったから、母ちゃんが捨てたんだって。ね、燃やしたーってね、笑いながら言うのよ。私ね、まあ、中学生だったけど、まあ、中学生ながらね、胸に重たいものをね、感じたんだよね。ああ、こいつ上級生とかね、先生みたいな大人とかにはね、めっちゃくちゃ立てつくんだけども、同級生、ね、私たち同級生、下級生とかには絶対手出したりいじめたりしないし、逆にね、下級生をいじめるようなやつのところに乗り込んでって、上級生のところだよ。乗り込んでってね、暴れたりするから、まあ、知らない人からはね、乱暴者ってね、まあ実際ね、喧嘩はしょっちゅうのやつだったけどね、しょっちゅう喧嘩してるやつだったんだけど、うん、まあ、人生はね、人生っていうのは彼のこの破けたアルバムみたいなもんで、懐かしくって写真見ただけで涙が出てくるような写真もあれば、破いて捨ててしまいたい、燃やしてしまいたい、二度と見たくない、二度と思い出したくない過去もある。まあ、それがね、親や家族、本来なら愛すべき、愛されるべきはずの思い出だったら、ね、写真は外したくなる。捨てたくなってね、当然なんです。自分には守護霊さんなんかいない。守護のご先祖様。ご先祖様がね、大事だなんて思えないっていう方がね、世の中にはいます。それでも、自分の人生の中にね、まあこうしてね、思い出のアルバムっていうものはあるんです。それがどこかね、いくつか何枚か欠けていても、何枚かは捨てたとしても、それは何枚か抜けたね、破けたアルバムみたいなもんで、私が胸に重たいものを感じながら、その彼のアルバムを見ていたように、ね、波乱が多かった人生の人、失敗が多かった人生の人っていうのを、ね、その人を守護霊さんは深い思いを持ってその人のことを見てる、ね、ちなみにね、その後その彼がどうなったかっていうとですね、
まあ、地元で大きな内装会社の社長ですよ、ね、自分でやって、ね、すごかったよ本当ね、あの後、うん、まあ、早く結婚したからね、子供も大きくてさ、孫もいるんじゃないかな、うん、まあ本当ね、弟妹の面倒を見ててね、大変だったと思うんだけども、まあ辛いことも多い子供時代、少年時代だったと思うんですけれども、仲間には優しかった、本当。身内にはね、面倒見がよくって。で、まあ、これが二つ目の特徴なんだけども、守護霊さんっていうのは、あったかい人間がどうも好きらしい。例えばね、この私の霊視はもちろんだけれども、霊感ある人でもね、不思議に思うのは、どうして守護霊さんっていうのは悪い人間でもあんな風に助けたりするんだろうっていうのがあるんですね。そういう風に思わないですか、ね、実はね、これ理由があって、はっきり言って、ね、はっきり言って、エコひいきなんです。エコひいき。ね。守護霊さんは自分が守っている人間をとことんエコひいきしますよ。そういう特別な性質を持った心霊が守護霊系の心霊です、ね、これがね、守護霊さんと他の神仏心霊と性格がね、全然違うところなんですね、まあ、ですから基本的には血縁親戚、まあ、血筋のつながった霊がつくことが多いんですけども、バカな子ほど可愛いって言うけどさ、まあ、本当にそうなんですね。まあさっき出たね、さっき言った私の同級生は危なっかしいけども根は優しいね、まあ、本当貧乏で母子家庭だったっていうのもあって、ものすごくね、そういうふうに見られたくなくてものすごく強がってたんだけども、本当はね、動物好きで涙もろい、幼い兄弟を思いやる仲間思いの優しい人間でしたよ。これがね、悪いことをしても執行猶予がついたりしてね、あの執行猶予ね、執行猶予がついたりして天罰が落ちない、そういうタイプと天罰が下って地獄行きになるタイプに分かれると思うんです。本当に悪いやつは救われません、本当に。三つ目は、自分がね、何かに守られてるっていうのをね、信じているかどうかなんです。神様を感じたり、信じたり、守護霊さんを感じたり、信じているかどうかなんです。実はこのね、この信じる力、別の言い方をしますと、この力のことを念、ね、念の力って言いますけれども、強い念の力で守護霊さんに願い事を通じさせたり、そしてね、運を引き寄せたり、ね、悪い人だと強い悪運を引き寄せたりしている。これもね、天罰が当たらないっていう現象をね、引き寄せたりしてるんです。ほら、さっきね、国の指導者とか政治家なんかにいたりするって言いましたけれども、あの人たちってね、ものすごくね、念が強い人たちなんですよ。私もね、まあ、政治家の方にお会いして相談を受けたりはしますけれども、これから選挙出る方とかね、当落ギリギリの方ってやっぱりね、不安。不安っていうのはね、この不安っていうのは念の力が弱くなるわけで、それが弱い波動となって、弱い波動として有権者に伝わるわけで ね、やっぱり落ちちゃったりするんですよね、本当に。ね、精一杯活動したら ね、精一杯活動したら、これは一般の人もそうですよ。何か精一杯やったら絶対に自分を信じてくださいね、念の力ですよ。ですから私、これから信じる念の力としての見えない力をお送りしますけれども、守護霊さんを信じる、ね、神様を信じる、感じる、
方、どうかね、初めて私のお話をね、聞いてくださっている方も、この見えない力、感じてみてください。今年も、ね、年末年始のご抱負特別祈願、ね、再考させてもらいますが、私も精進決裁して、ね、準備をさせていただいております。ボランティアでお手伝いくださっている皆さんにもね、本当に深くありがとうございます。深く感謝です。信じる力、このね、念の力といえば、このお問い合わせをいただいております。このご抱負ですけれども、ご存知の方もおりますけれども、こちらのご抱負には、神霊、守護霊に願いを届ける神聖な聖子っていうね、神聖な紙が入っております。はい。この聖子に、あなたの願いをどうぞ書いてみてください。龍神、守護霊さんがね、きっとあなたの願いを叶えてくれます。龍神の年でもある来年ね、2024年、辰年は、金運、財運、愛情運が右肩上がりの年です。最高の願いが叶います。ね、あなたはどんな願いをされるでしょうか。ご抱負はね、12月中旬ね、もう今週末には申し込みの案内が始まりますけれども、しばらくね、お待ちください。はい。この特別祈願の方もね、スマホ、パソコンでご祈願に参加していただけますので、詳しくは LINE、メルマガでもご案内ね、配信をしておりますので、まだの方はね、ぜひ登録してください。はい。それでは、これから見えない力をお送りしますので受け取ってください。あなたにね、あなたに良いことが起きる。あなたに良いことが起きる。あなたに良いことが起きる。い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 いことが起きる。あなたにどん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 いいことが起きるんです。はい。それでは、利き手と反対側の手のひらをこちらの画面に向かってかざしてください。あなたの利き手はこの世とつながるこの世の手。利き手と反対側の手は目に見えない世界とつながります。感じてください。では、手をね、こうしてかざしてください。初心、神仏、あらゆる神霊と近しくなり、ご利益を受け取り、守護霊さん、守護のご先祖様とさらに親しみ、その大事なご加護、大事なご加護、しっかりとお受け取りできますように。受け取ってください。
はい、お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。あなたの人生のアルバムをあなたが生まれた時から見守っています。楽しい思い出も、破り捨てたい辛い思い出も、すべてがあなたです。私はあなたを愛おしく誇りに思っています。それではいつものように皆さんの願いが叶いますようにと願ってください。あなたのその高い魂の力で皆さんの願いも叶いますように、あなたが後押しをしてあげてください。皆さんにとってベストの願いが叶いますように、あなたにとって最高の素敵な願い、ベストの願いが叶いますように。大丈夫、私たちが守っています。見えない力が守っています。大丈夫、大丈夫です。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。案内人、池田芳香でした。